はい、それではね、こちらスワニープロデュースのね、記事の紹介になります。こちらね、わらびのね、シリーズになるんですけども、今回のね、テーマは、まあわらびって言えばね、水玉がイメージされると思うんですけども、今回もね、こうランダムなちょっとこうモダンな水玉をね、モチーフに作ってみました。で、一番やっぱり特徴的なところがね、このカラーだと思います。ベーシックなカラーとは違ってね、少しねこう遊びのあるね、カラーを今回もつけてみましたので、ぜひね、お好みのカラーをね選んでいただきたいなと思います。はい、でベースになってる生地の紹介なんですけども、これね、綿浅のシーチングになります。で、風合い加工がね、実は施してるんですけども、タンブラーソフト加工って言ってね、イメージで言うと何回も何回もこう乾燥機をかけたようなね、ふわーっとしたね、こうナチュラルなこうシワ感をねこう出すような、そんなね風合いを、施してるので、最初からね、こうまたこう綿浅っていうね、ナチュラル感ですね、融合してですね、すごくねこう作品映えするようなね、生地に仕上がってるんじゃないかなと思います。はい、それではね、次生地のね質感などいってみましょう。はい、まずね、厚みなんですけども、これ綿浅シーチングということで、基本的にはね中肉厚からね、中肉厚の素材になるんですけども、程よいこう軽さもあるようなね、そんな肉感なんじゃないかなと思います。なので、例えばね、春から夏にかけての洋服なんかにも使えますし、袖丈をね変えていただければ、基本的にはオールシーズンね使っていただける本当にこう洋服向けのね厚みなんじゃないかなと思います。はい、で風合いはね、先ほども説明したんですけども、とにかくねふわーっとしたこうナチュラルなこう柔らかさをね、体感できるんじゃないかなと思います。これはね、こうタンブラーソフト加工のねこう長所というかね、すごくね、ふわ豊かなね加工になってますので、ぜひね、洋服作りの参考にしていただければなと思います。はい、で最後にですね、ちょっとドレープの方を見ていきましょう。はい、こんな感じですね。非常にこうナチュラルでね、程よいこうボリューム感がねこう出るような、そんなドレープ感なんじゃないかなと思います。で、意外とねこの生地ふわっとしたイメージなんですけども、こうやってねこう安定感もあるので、タックなんかもねすごくこう綺麗に、できるんじゃないかなと思います。はい、ぜひねその辺も含めてですね、ちょっと参考にしながら、楽しいね、洋服作りねこう活かしていただきたいなと思います。まずブラウスを作ってみました。こちらね、前から見ると本当にシンプルなんですけれど、後ろ姿にねアクセントがあるんですね。こちら襟ぐりの後ろに V 字に広がったスラッシュ開きがあります。後ろ姿もね素敵なアクセントのあるブラウスになっております。でね、脇のところにもスリットが入っていて、これもね前が丸くて後ろが四角になっているんです。素敵ですよね。で、丸いところもね、こちら三つ折りなんですけど、細いねこうした三つ折りなんかも扱いやすいね素材になっております。で、もう一つねブラウス作りました。こちらはねゆったりサイズのデザインになっております。で、風通しもよくってね、これからの季節も涼しく着れるんじゃないかなと思います。で、水玉の柄生かしてね、シンプルなデザインなんかも作りやすくなっております。ボトムスも作ってみました。まずこちらね、スワニーでも人気のイージーパンツになっております。四角いねポケットが両サイドにねついているのがねアクセントになるタイプになっております。で、程よいゆとり感もありますので、いろんなコーディネートにもね使いやすいんじゃないかなと思います。そしてもう一つこちらね、デザイン性のあるパンツになっております。バルーン風のねシルエットが楽しめるデザインなんですけれども、ヨークのところとタックが入っています。ヨークのところと裾のね脇にタックが入ってるんですね。アクセントにもなりますし、このタックでバルーンのシルエットがね綺麗に出ているんですね。で、素敵ですよね。ちょっとコーディネートのポイントにもなるんじゃないかなと思います。で、デザイン性のあるものからシンプルなものまでね、柄を生かしてね楽しみながら作っていただけたらと思います。